総工さんの C 三種の R。はい、皆さんこんばんは、ヒロです。H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、もうね、この H チャンネルで何回か紹介させていただいてます。総工さんの C 三種 R。ちょっとね、今の段階でちょっといくらなのかわからないんですけども、まあ私が買った時にはね、1万円しないお値段で、で、手ブレ補正がついて 4K 撮影ができます。で、手ブレ補正のね、機能っていうのもね、まあなかなかこのクラスのカメラにしたら優秀なんじゃないかなと思いますし、まあ、画質の方もですね、まあやっぱりこのクラスのっていう前提はつくんですけども、なかなかいいんじゃないかなと思います。でですね、まあこのカメラ、いろいろとまあ機能がついていまして、例えばまあ WDR、ワイドダイナミックレンジですね。うん、で、まあ、シャープネスもソフトとノーマルとストロングから選べますし、まあ、夜景を撮るときに使うんだろうなと思うんですけども、ナイトモードというのもありますし、もう一つは、おそらくこれも海の中で使うんだろうなと思うんですけども、ダイビングモードっていうモードがあります。で、まあ、いろんなね、設定っていうのができるんですけども、まあ、あんまりいっぺんにやっちゃうと、多分、私も混乱しますし、あなたも混乱するかなと思うので、今回は、この中で2つの機能、ワイドダイナミックレンジとシャープネスの比較動画というのを撮ってきました。まず WDR、ワイドダイナミックレンジに関してはオンとオフのものを、シャープネスに関してはノーマルとストロングのものっていうのをね、取り比べてきたのでね、まあ、その映像をね、ご覧いただきたいなと思うんですけども、まあ、その前に、まあ、一応、WDR、ワイドダイナミックレンジって何ですかってね、思われたあなたに、まあ、一応ご説明しとこうかなと思うんですけども、うん、まあ、簡単に言いますと、例えばこうカメラを逆光ってわかりますかね、こうカメラの正面からね、光が当たってる状態の時って、要は光ってる部分ってすごく明るいんですけども、そう下がね、まあ、例えば山なんかがあると影になっちゃうんですよね、うん、でそのまま映しちゃうと当然太陽の部分っていうのは白く飛んじゃいますし、で影の部分っていうのは黒く潰れます。ワイドダイナミックレンジっていう機能はこの白飛びと黒潰れっていうのをソフト的に補正して、まあ、見えるようにしてくれるっていう機能なんですよね。なので例えばまあ日差しの強い時であったりだとか、まあ、日差しの強い時のまあ逆光なんかの時ですよね、は重宝するんじゃないかなと思います。ただまあこちらの方もね、カメラそれぞれによっておそらく性能差っていうのがあると思いますので、今回に限ってはこの総工さんの C30R で、ワイドダイナミックレンジがオンの時とオフの時っていうのを同時に見比べていただいて、でシャープネス、まあシャープネスはわかりますよね、うん、要は物体をシャープに見せる、うん、まあ、輪郭を強調するって言えばいいんですかね。ストロングとノーマルっていうね、モードの動画の方をご覧いただきながら、説明なんかも入れていきたいなと思います。はい、それではね、いつものように実況を始めていきたいなと思います。でですね、まあ、一応上の方にね、まあ、分かりやすくこう明確にね、違いが分かるように、左が YDR オン、右が YDR オフにしております。で、下の方は、まあ、例えばまあ解像度であったりだとか、まあ、手ブレ補正だとかをオンにしてますよっていうようなね、ちょっとまあ細かい設定なんですけども、まあこの辺はほとんど、うん、いつもと変わらない、ホワイトバランスなんかもね、ISO なんかもまあオートにしてる状態で撮っていますと。はい、別にね、放送事故とかがね、あるわけじゃないんで、まあ喋り続けなくてもいいとは思うんですけども、まあちょっと喋っていこうかなと思います。はい、まあ大写しの画面今出ました。YDR オン。これ撮ってるね、段階だと、まあ、夕方の6時ぐらいだったかな。結構まあ夕日が強くて、うん、影が出てる部分と、まあ、太陽が出てる部分、あ、今これ逆光のところですね。はい、逆のところを撮ってます。後ろが太陽ですよね、うん、何言ってるだっけ、そうそうそう、明暗差がね、なんか大きい時間帯なんじゃないかなと思って、まあ、この時間帯をね選んで撮ってみたんですけども、まあご覧いただければお分かりになるかと思うんですけども、 YDR オンにしている方が
ただこれ太陽のところって結構白く飛んでますよね、影のところはね、明るく映ってるなっていう感じがするんですけども、本来の意味からするとちょっと YDR っていう機能が生きてないのかもしれないですけど、カメラとして使う分には十分な機能なんじゃないかなと。はい、シャープネステストです。結構せわしいな。はい、今ねこのシャープネス、左がオンで、右がオフと。でシャープネスしか触ってないんですけども、なんでしょうね、若干シャープネスオンの方が明るく見えますかね、後ろの太陽の、ね、ところなんか見てもらうと、明らかにさっきのね YDR オンの時とは状態が違うなということなんで、機能としては、ちゃんとこのねシャープネスストロングっていうのがね生きてるのかなと思うんですけども、ストロングにすると少し明るくなる、どういう理屈かは分かんないですけども、見てる結果だとそういうことになりますよね。はい、で今ちょっとねカメラクリクリ持ち替えたりしてね、気持ち悪い映像になっちゃったんですけども、手ぶら補正もいいと思います。特に自撮りの時なんかはね割と安定した映像になってるんじゃないかなと思いますね。今編集のねちっちゃい画面で見てるから画質もね、いいと思うんですけどね。シャープネスの方はやっぱちょっと明るい、太陽の方はちょっと飛び気味ですね。はい、 YDR テストスタートです。次は車につけて、はい、いつものね、私のね動画ご覧いただいているあなたなら、おなじみの風景といえば風景なんでしょうけど、やっぱ車はねサスペンションも効くんで、これぐらいの手ブレ補正のカメラをつけるとものすごく安定してますよね。でこれ YDR オンいいですね、おすすめですね。ちょっとこうカンカンにね晴れた時なんかはもしかしたらちょっと不具合出るかもしれないですけど、夕方なんかは YDR オンの方が、どうでしょう、今大写しのね画面をね見ていただいてると思うんですけども、噛んじゃった。あんまりねベラベラ喋ってるとうるさくて画面に集中できませんっていうようなねご意見もねいただくかもしれないんで、はい、ここからはしばらくね画像の方をご覧いただきたいなと思います。映像の方をご覧いただきたいなと思います。であなたなりにねどういった感想があるのかっていうのをね、もしよろしかったらねコメント欄の方に書き込んでいただければ嬉しいなと思います。それではごゆっくりご覧ください。
いかがだったでしょうか。ソーグさんの C30R のワイドダイナミックレンジのオン・オフの比較動画と、シャープネスのノーマルとストロングの比較動画をご覧いただきました。そうですね。もちろんね、ワイドダイナミックレンジを入れたものの方が、まあ、すごく見やすいなっていう感じはしたんですけども、シャープネスをストロングにした時に、なんかそっちの方が明るいのは明るいんですよね。でもしかしたらなんかこう、カメラの個体差があるのかなっていう不安は、正直、まあ、なきにしもあらずなんですけども、これ、でもこうなってくるとあれですよね。全く、同じ状態、同じ設定の状態で、この、ソーグーさんのね、C30R っていうのをね、まあ、並べて撮ってみるっていうね、検証動画も、もしかしたら必要になるのかなとは思うんですけども、ただこれもう本当ね、やってたらね、キリがないなっていうのがね、私の今の正直な、意見なんですけども、まあ、もしコメント欄の方にね、さっき言ったみたいな、そのソーグーさんの、C30R で、全く、同じ設定のものを、まあ、2つ並べてみて、で、取り比べてみて、差があったらね、それって、まあ、個体差だっていうことに、ね、なるかなと思うので、まあ、知りたいなと思う方はね、ぜひ、コメント欄に書き込んでみてください。うん。コメントが結構ね、多かったら、ちょっとまあ、それもやってみようかなと、はい、思います。今回、まあ、撮った、時間帯っていうのが、まあ、夕暮れ時でして、まあ、割とね、光の明暗っていうのがね、まあ、大きかったので、まあ、ああいう風な感じに映ったのかなとは思うんですけども、またでも一度ね、天気のいい日に、まあ、これ単品でもね、いいんで、まあ、使ってみたいなとは思ったんですけども、ここはもうあくまでも個人的な感想になるんですけども、ワイドダイナミックレンジは、もう常にオンにしといてもいいのかなと、はい。感じましたね。うん。まあ、撮っていってね、また不具合があったらまた変えちゃうんですけども、あと、まあ、ワイドダイナミックレンジと、シャープネスをストロングの状態にしてたら、まあ、もっと明るくなるのかなとかっていうのもね、まあ、感じました。うん。まあ、この辺もね、検証希望者がね、本当多かったら、ちょっとまあ、やってみようかなと思うんですけども、まあ、検証希望がそんなにないなって思うんであれば、まあ、これをね、まあ、使い込んでいく中で、まあ、そちらの方のね、まあ、映像というのをね、ご覧いただいて、まあ、C30R だったら、まあ、普段使いするときに、この設定がね、ベストなんじゃないかなと思うようなものがね、皆さんに発表できればいいかなと、はい、思っています。ちょっとまあ、本当やれるかどうかっていうのは、まあ、自信がないですけども、はい。またね、どっちにしても、これは、これからも、まあ、使っていきますんで、うん。またそちらの方のね、動画っていうのもね、ご確認いただければなと思います。はい！それでは、本日の動画の情報が面白かったなとか、役に立ったなと思った方は、高評価を。そして、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、この動画の感想や、私に質問やリクエストなんかがありましたら、下のコメント欄に書き込んでいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども、見せていただいて、お返事させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。